スタディオンポリドフルバツキノゴメトニクルブハイドゥクスプリトは、クロアチアスプリトを本拠地とするサッカークラブ。国内では NK ディナモ・ザグレブとライバル関係にある人気チームであり、両チームの対戦は、クロアチアダービー、エターナルダービーと呼ばれる。スプリト出身の学生が AC スパルタプラハと SK スラビアプラハの試合で刺激を受けたことがきっかけとなり、1911年2月13日に設立された。チーム名はオスマン帝国と戦ったと言われる盗賊団ハイドゥクに由来する。1970年から80年の間に9度の国内タイトルを獲得する活躍を見せ、この時代の選手は黄金世代と呼ばれた。1972から73年シーズンの UEFA カップウィーナーズカップでは準決勝進出を果たした。2010から11年シーズンにクラブ創設100周年を迎えたが、ディナモ・ザグレブの6連覇を阻止できず、節目の年を優勝で飾ることはできなかった。クラブはそれまでの地元出身選手を重用してきた方針を改め、井ノ葉雅彦ら7人の外国人選手を獲得する補強を行った。しかし、井ノ葉は給料未払いを理由に退団している。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。